あいつこんなこと言ってました。リターンズ。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。いや、泣いて喜んでんだな。ラジオネーム三平。有吉さん、クソ芸能人がダブンで小遣いを稼げることでおなじみのアメブロを覗いてみたところ、以下のようなトピックスで埋め尽くされていました。辻のぞみ、息子のために並んで予約、市井さやか、娘たちの運動会弁当、熊田陽子、お腹の子も喜んでる、浅尾美和、梨を食べる息子。うるせえ、てめえらのガキのことなんか知るか。バカで暇な主婦ども相手に家庭円満アピールして小銭稼いでんじゃねえぞ、おら。有吉を見てみろ。空前の結婚ラッシュに一人取り残されてよ、誰も得しないアンガールズ田中の写真をツイッターで毎日配信してにやついてんだぞ。考えれば考えろと気持ち悪いだろ。この不気味な男がツイッターフォロワー数日本一だったことを絶対に忘れるんじゃねえぞ、このクソバカ野郎ども。いや、俺もそろそろ始めようかな、アメブロ。アメブロでゴミみたいな弁当乗せてよ。ゴミみたいなお前らみたいな連中に食わせてよ。思い知らせるやつらに。あ、やってみようかな、ちょっとな。楽しみですね、やってみるのがね。ラジオのペケミニ。やまない雨はない、でもやめないバカはいる。そんなみそのちゃんがおなじみのとにかく長いクソブログでこんなこと言っていました。かっこ以下安心してください、前半部分はカットですよ。後半からですね。そういえばグローブさんのトリブートアルバムの件だけど、松浦社長も千葉副社長も小室さんも言ってくれたのに、まだうちに来てないな。会社は一緒だけど同じ事務所の仕事はもらえないうち、かっこ笑い、なんならうちに来た仕事をみそのは水着 NG なんでってうちに確認もせず後輩に回してたことが発覚したし、うちはグラビアもやってるしロンハーの水泳大会にも出てるのにな。せめて隠し通してほしいわ。嘘っていうのはこうして必ずバレるからね。その言葉な、そっくりそのままお返しするわ、クソバカ野郎。お前この前のアメトークでどうしてもって言われた仕事しか受けないって言ってたし、1万枚売れなかったらもう CD も出さねえって言ったろうが。お前相変わらずエンマ様も舌を巻くほどの大嘘つきだな。何が一番ムカつくってな、こうやってお前の嘘を完璧に見抜けるほどな、お前に詳しくなってる自分自身にムカついてんだよ。ほら、結婚したら別居婚で専業主婦になるんだろ。だったら俺が席入れてやるから頼むから引退して俺の前の目の前から消えてくれ、クソバカ野郎と。みそのさんね、変わった人ですね。同意しないんだよね。あの感じの口調で読んじゃったら嫌な感じになりますけどね。そんなニュアンスで本人は書いてないじゃないですか。そうかな。ネチネチした口調でしたね。ラジオネーム、レイメーカー。お前じゃあ味噌の派なんだな。いや、じゃあ派閥で言うと別にそういうわけじゃないです。味噌の派閥か味噌の派閥じゃないに分かれるからな、はい、芸能界って。お前もう味噌の派閥だぞ。その2つなんですね。お前味噌の派。いや違いますよ。違うんだな、明確にしてくれ立場を。じゃあ違います、味噌の派じゃないんだ。違います。よし、はい、危ねえ。勉強は、いや私も味噌の派です。お前どこでもいいよ。どこにいてもいいですか。ラジオネームレインメーカー。有吉さん、セリーグ優勝に大きく貢献したヤクルト4番バッター畠山選手がヤクルト2軍の本拠地戸田にいた時代について新聞にこのような手記を書いていました。戸田の問題児と言われていたけど、1年目はちゃんとやっていたつもりだった。いろいろと話が大きくなってるんだよ。1年目の春季キャンプで外野の球拾いを命じられて、小川二軍監督の目の前で背面キャッチしたらぶん殴られた。3年目ぐらいから遅刻をしたり寮を抜け出したり、まあ戸田の問題児だったかな。十二分に素行不良じゃねえか。他にもな、問題行動があるか調べてみましたよ。宮本慎也に忠告されていたのに春のキャンプにブクブクに太って現れる。
デーゲームで酒臭い。1時間の打撃練習を命じられるも10分で済ませ、残り50分を風呂で過ごす。なんでこんなやつが打点を取ってんだよ。おそらく何かきっかけがあったんだろうな。よし、俺も頑張ってチンコの皮剥いてみようと。余計だったんじゃないんだよ。すごいな。こんな人珍しいの最近な。ああ、そうですね。いいかもね、これぐらいの方がね。大丈夫、三平。有吉さん、目つきの悪いオットセイこと古田新太の野郎がドラマの打ち上げ後に路上で女性を抱き寄せてディープキスしている写真を撮られてやがりました。なんだこいつクソ気持ち悪いな。結婚してんだろこのデブ。どっちかって言ったらゲスない寄りの面してがあるくせになんでタダでキスできるんだよ。こういうやつに限って女ゲイの肥やしとか平気で抜かしやがるんだよな、バカがよ。だらしねえ性欲に振り回されてるだけのドスケベ俳優が偉そうに芸事語るな。羨ましすぎてな、ヘドが出るわ。弟子入りさせろこの腐れチンポ。いいね、ドラマの打ち上げでか。べっちょりしてましたね。あ、そう、はい、写真見たら、いいじゃないそんなの、ね、奥さんあれだよね、西畑弥生さん、西畑弥生さんじゃなかったっけ。え、奥さんも、奥さん、うん、多分ダウンタウンのゴッツとか出てた人だよね。そうだよ。なんで金木はいやいやって何言うの。いやいや、ね、一瞬ちょっとあれそうだったっけなって思ったんです。ちょっと一瞬でごめんなさいね。あのうるさいわ。あ、ごめんなさい。お口チャック。バカ。あ、開いちゃった。誰だましやすけしん。アリエさん、まるで作り物みたいな顔で作り物の笑いを提供してくれる誰のがれあけみさんがツイッターにこんなことを書いていました。皆さん、私はまだ結婚してませんよ。ゼクシーのイベントの写真です。お騒がせしません。たくさんの方から問い合わせありましたので書かせていただきました。私はまだ結婚しませんよ。どこの誰が騒いでんだよハーフゴリラ。てめえの結婚なんかしなあ、してようがしてなかろうがどっちでもいいわ。お前な、今週結婚した人たちのラインナップ知らねえのか。福山雅治、福石和江、千原ジュニア、麒麟の川島、こんだけのメンバーが結婚して初めてお騒がせなんだよ。お前なんざポットでのな、よくいるクソモデルじゃねえか。親から授かった容姿しか武器のねえ脳なし女がな、調子こいて発言してんだよ。マンシラミ明美に改名しとけ。バカじゃない。ラジオネーム、空から落ちてくるジャズ。先日ストーカーの星山本浩二さんが自身のツイッターでこんなことを言ってやがりました。俺はいつでも俳優芸辞めていいと思ってやってるから、この仕事は求められないと仕事がもらえない世界だから、お願いします、何でもやりますっていうのを絶対違う。何かの場所を与えられたら自分がそこにいる意味を示して、それが次に繋がらなかったらもうそれまでだなと思ってる。は？すぐに訂正しろ。次に繋がらない場合は必死に頭下げて40通ほど文通しますだろ。みんなのマキちゃんを早く返せ。